で私内藤朝香、今回も大阪のてっぺん能勢町にやってきました。今回のテーマは能勢町で遊ぶ、思いっきり楽しみたいと思います。では行ってきます。よーし、行くぞ。吹田市役所から車に乗っておよそ1時間半、再び内藤さんが訪れたのは吹田市の友好交流都市の豊野郡能勢町。大阪府の最北端に位置し、四方を北摂山系に囲まれた能勢町は温泉やキャンプ場などがあり、訪れる人に四季折々の楽しみ方を提供してくれる町です。今回内藤さんがまず訪れたのは能勢の里野外活動センター。総面積80万平方メートルの緑いっぱいの広大な敷地にはアドベンチャーランドやプレイランド、テニスコート、グランドゴルフ場などがあり、子どもから大人までが楽しめる施設となっています。この能勢の里、本当に広い施設で1日たっぷり楽しめるんですが、私はこのアドベンチャーアスレチックに挑戦してみたいと思います。では行ってきます。簡単なはずなのに。内藤さん大丈夫ですか？頑張ってくださいよ。これ立つの？この上高いよ。この上を歩くの私。え、どうやって歩くのこれ。え、こういうこと。え、上がって何やった。これ正解。ここは何、これ万博お祭り広場。あ、これもしかして太陽の塔。あ、これ結構高いけどまだ、うわ、上がってきた。ほんでこれ上がって、え、ちょっと、向こうまで行かなあかんの。よいしょ。これ普通立って歩くんかな。いや、もう何年ぶりかにこのアスレチックっていうのをしてみたんですけど、いい汗でこれかけますよ。お子さんから大人の方まで楽しめると思います。いい運動になると思いますから、ぜひ遊びに来てみてください。続いて内藤さんがやってきたのは山部川、季節限定のマス釣りに挑戦です。こちらは山部川を利用して作られていることから、初心者でも気軽に渓流釣りが体験できるスポットです。10月から12月初旬と3月から5月初旬の土曜日曜祝日に楽しむことができます。よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしく、ご苦労さんです。私初めてなんですけど、できますかね。はいはい、あのね、もうこの辺は初めての子供さんでもたくさん釣りますので。そうなんですか。もう簡単ですので、紙の方からね、こういうふうにをやって、はい、ほんでずっと流れていく境に、ほんでまたあっちまで行ったら、またこっちちょっと紙の方へ、ね、やってもらったら、そのにかかりますので。さてさて、ちょっと不安げな内藤さんですが、見事マスを釣り上げることはできるでしょうか。見守ってみましょう。釣れるかな。お、よっしゃ、かかった。釣れた。どうしたらいいの。お見事、内藤さん。周囲の不安をよそに見事マスを釣り上げましたね。釣れた、よかった。釣れました。釣れたよ。わー、釣れた。一匹釣ってコツをつかんだのか、内藤さんこの後2匹も釣り上げましたよ。釣れた、また釣れた。3匹目。
いや楽しかったです、ありがとうございました。どうも、どうも大変やん、早くたくさん取られました、上手です。本当ですか？本当です。いや嬉しいです、うん、でもこれだったらあの、うん、お子さんだったりとか、そうそうそうご家族連れの方でもね、うん、楽しめますね、うん、で結局ねここの場はもう素人でもすぐ釣れてたかいにね、うん、だから家族連れが大変多いです。へえ、はい、で今回私3匹釣れたんですけど、うん、あのマスは どうしたらいいんですか？あのね、あれは持って帰って、はい、で塩焼き、塩してもうて、うん、で塩焼きにしても美味しいしね、バター焼きにしても美味しいし、この場でもう釣ったやつすぐもうこんなかけてね、うん、ほんで塩を振ってかけて、うん、そのまま食べられる人もたくさん。あ、そうなんです、うん、そんなことも大丈夫なんですか？大丈夫です、はい、あとなんかアユとかも釣れるって聞いたんですけど。アユはね、今度これが終わって、はい、これ大体11月いっぱいで終わりになります、うん、これ次3月からまた5月勉強これやって、それ終わったら今度アユの方へ、場所がまた変わりますよね。アユ釣りはもうちょっと下のね、国立のところでアユ釣りまたやります。あ、じゃあ季節によっていろんな釣りが楽しめるんですね。わかりました、またぜひ来たいと思います、はい、ありがとうございました。どうぞどうぞ来てください、もうお待ちしてますので。はい、はい、自然豊かな能勢町ならではの楽しみといったら味覚狩り。続いて内藤さんがやってきたのは、そんな味覚狩りが一年中楽しめる久野田農園です。さあこちらに味覚狩りということでお邪魔したんですが、はい、よろしくお願いします。こちらではどんなものが取れるんですか？あの、ね、まあ、今秋ですのでね、うん、まあ、もう麺は白菜、はい、お大根が麺ですね、うん、まあ、漬物つけあったりとかいうことで、うんうんうん、俺鍋物の季節に入ってくるから、はいはいはい、ね、あのおネギやとか、はい、ね、これが麺になります。あ、いろいろあるんですね、うん、まあ、それとあの変わったもんでは、うん、わさび菜やとか、うん、それとプチベール聞き始めかもからね、プチベールって知らんでしょ。そうです ね、これ関東でね、芽キャベツとケール配合したかわいいね、お野菜なんですけども、甘みがあって栄養価が高くて美味しいですわ。いや、なんかいろいろありそうなんで、早速じゃあ体験させてもらえますか？はい、よろしいですか？お願いします。はい、ということで内藤さん、季節の野菜のもぎ取り体験に挑戦です。わさびな、ほう、行き始めだと思います、うんうん、あ、来ました。鼻に来ましたでしょ。来ましたね、ツーンと来ました。うん、これはもう生野菜、うんうんうん、へえ、これはここに来たらこうやって好きなだけ取っていいんですか？うん、それでお持ち帰りしていただくと、うん、あ、そう、はい、買い上げていただくことですね。じゃあ自分が欲しいものを取って、欲しいものを取って、プチベール、これ、はい、はい、これなんですよ。へえ、どうかちょっと折るような感じで、結構硬い、はい、硬いですよ、はい、ほら、ほら取れました。なるほどね、結構いける？結構いい、こんな近く、あ、いけたいけた、あ、あ、あ、取れました。これ、どういうこと、そのままハイポッと入れてください。かわいい、コカブラ。いや、こうやって実際にね、はい、自分で抜いてみる、抜いて、はい、自分で取ってみるってやっぱ楽しいですね。これも楽しいしね、持って帰られた時のね、うん、味がまた一味違いますわ。自分で、そうですね、うん、収穫したっていうね、気持ちでね、食べはってもまた余計美味しくなる。ね、でも本当にたくさんの種類のものがありますから、はい、いつ来てもいろんなものが取れるんですよね。だいたい1年中ね、なんかで楽しんでいただけるというようなことで、うん、まあ、考え持って時期をね、うん、順番に季節を追って、田屋さんように作っとるんです。うん、はい、実際に来られた方の反応はいかがですか？ね、結構ね、やっぱり取る楽しみ、うん、自分で先も言うような感じで取ったというね、まあ、収穫したいう楽しみ で次回もまた予定もともよろしい、今度の春は何ができますって尋ねて帰られますね。吹田からもいらっしゃることありますか？来られます、お客さんあります。じゃあぜひまだね、いらっしゃってないという方お越しいただきたいと思います。どうもありがとうございました。能勢町には今回紹介した久野田農園の他にも、能勢特産の栗拾いや椎茸狩りを楽しめるところがあります。これからの季節はいちご狩りが楽しめますよ。最後に内藤さんがやってきたのは、中上牧場直営のマルショー精肉店。
何でもこだわりのお肉を扱っているそうなんですが、こんにちは。はい、いらっしゃいませ。こちらにこだわりのお肉があると聞いたんですけど、はい、こだわりのお肉ってどんなお肉ですか？はい、能勢にはかつて三白三黒という特産物があったんですけども、はい、そのうちの黒牛を能勢ブランドとして立ち上げようと思い、能勢黒牛というのを立ち上げました。なんで能勢で牛なんですか？そうですね、能勢は農耕、田んぼとか畑とかが昔から、はい、ずっと牛でやってましたので、うん、その関係で黒牛を扱ってます。はい、今は肥育で肉牛になってますけども、うん、こだわりっていうのもあるんですか？はい、もちろん餌にはこだわってます。うんうん、ご近所の農家さんにご協力いただいて、美味しい野瀬米の良質な稲わらを使っております。あとは腸内の環境が乱れるとお肉にえぐみが出たりとか臭みというか出てたりとかしますので、納豆菌と乳酸菌を使った餌も使っております。はい、本当に丁寧に飼育をされてるんですね。そうですね、ストレスなく育ちましたので、うん、優しい幸せな味がしますんで、はい、一度ご賞味いただけたら。さて、こだわりのお肉を味わうため内藤さんはマルショー精肉店の隣にある新橋亭へと移動。こちらは中上牧場直営の焼肉屋さんで、オリジナルブランドの能勢黒牛をお昼ご飯や夕食として楽しむことができます。見てください、すごい立派なお肉が用意されました。今回私がお願いしたのは特選網焼きランチ、3種類のお肉が楽しめるというランチなんですが、ロース、バラ、もも肉と3種類のお肉があります。このまま食べてしまいたいぐらいの霜降りのお肉、こちらがロースです。いや、内藤さんがいただく特選網焼き定食、贅沢なお昼ご飯ですね。うん、柔らかすぎますね、この肉。なんかさっきお話で聞いたみたいに、変ななんかお肉独特のなんて言うんでしょう、癖というか全くなくて、スープすごい優しい味がします。何この、なんか本当にまろやかなお肉って感じがしますね。もういっぱい遊んでこんなに美味しいもの食べれて、野瀬町いいですね。本当にもうどんどん食べよう。いやー、内藤さん見事な食べっぷり、羨ましい。さあ、2週にわたってお送りした友好交流都市野瀬町の特集はここまで。皆さんいかがだったでしょうか。友好交流都市の中では吹田に一番近い野瀬町、皆さんもぜひ訪れてみてくださいね。